どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回はですねグランドワーデンの防衛について皆さんにお見せしていきたいと思います。このように陸で攻撃された際、グランドワーデンは防衛の際にですね石像になってユニットを攻撃します。そしてこの皆さんもご存知の通り、このオーラ内のユニットはですね軽減されるということなんですけれども、防衛時には、防衛援軍であったり防衛のスケルトントラップに、そのダメージ軽減が適用されるということです。要するにスケルトントラップとか死ににくくなるということですよ。いやー、ということで続きまして空に、グランドワーデンが防衛するリプレイでございます。グランドワーデンが防衛するときもこちらもですねやはり石像になります。そしてこのオーラ内のユニットが、防衛援軍であったりとか、あとはスケルトントラップが死にに軽減されるということなんですけれども、これねラバハウンドが、防衛援軍で入ってきた場合、オーラ内にもし防衛援軍ラバハウンドがですねブブブーとか言って出てきたら処理が難しくなるということなんですよ。ですので皆さんこれからもしタウンホール11相手にする場合はですね、援軍をしっかり処理していかないともしかしたら厳しくなってくるのかなと。そして、まあ、ポイズンの呪文であったりとかも、オーラ内では効きにくくなるということです。ということで今回はグランドワーデンの防衛リプレイについて見ていきました。ということでご視聴おろしょ。